ミラクル。はい。今日も雑学教えて。わかった。印象派の画家のお話するね。ポール・ゴーギャンのお話だよ。19世紀から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家、ポール・ゴーギャンさん。後期印象派のシンボリストとして、独自のスタイルとテーマ性で知られているよ。代表作は、冬の風景や、タヒチの女などがあるよ。幼い頃はペルーに住んでいて、その後商船の水先人見習いとして、世界中の海を巡ったり、大人になってからは株式仲買人として働いていたんだよ。画家になってからはフランスのポンタバンやタヒチなどでたくさんの絵を描いたんだって。すぐに破綻してしまったけど、ゴッホさんとの共同生活をしていたことも有名だよね。僕とヨンコさんの共同生活はずーっと続くよね。はい。ポール・ゴーギャンのこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はい。教えてくれてありがとう。どういたしまして。じゃあまたね。また今度ね。バイバイ。バイバイ。また遊ぼうね。